はい。今回は、えー、小室圭さんについてやっていきましょうか。えー、もう3回目の司法試験にも落ちるぞと。えー、落ちて日本に帰国するぞと。えー、宮内庁がですね、小室圭さん3度目の不合格に向けて、えー、準備を始めたようですので、紹介していきたいと思います。まあ、想定よりも短かったニューヨーク生活終了ですかね。<laughs> まあ、司法試験に落ちるためにですね、ニューヨークに移住したと言っても過言ではないのではないでしょうか。 小室、かよとですね、小室、かよのパパと、えー、それから小室夫妻と、四、えー、4人の共同生活が、えー、これから始まりますと。もちろんですね、生活費を出すのは、小室、真子さんじゃないでしょうか。<laughs> かわいそうに。はい。じゃあ、ちょっと今回の記事の方を進めていきたいと思います。今回の記事こちらです。小室圭さん、司法試験に3回目が不合格なら、2人は帰国の予定との見方を強める区内庁っていうので、こちら、デイリー新庁の記事になります。 最悪の中のさらに最悪を想定。アメリカ・ニューヨーク州の司法試験にチャレンジする小室圭さん。昨年5月、今年2月と2度続けて不合格となり、来月、7月の3度目の正直が悲願となっている。 その一方で、宮内庁は3度目の不合格に備えて動き始めているという、というのでですね。まあ、宮内庁までですね、3回目も不合格だと思ってるっていうことですよね。<laughs> まあ、内部でも相当受からないだろうというような雰囲気になってるんでしょうね。まあ、小室圭さんにはちょっと厳しすぎる挑戦でしたかね。もうちょっとなんか、手の届く挑戦をされた方がいいんじゃないでしょうか。まあ、そもそも挑戦と言っても努力しなかったですからね。 えー、宮内庁だけではありませんが、裏方やロジスティックを担当する部門は、最悪の中のさらに最悪を想定して、シミュレートするのが常です。今回の K さんのチャレンジについても、3度目の正直ではなく、2度あることは3度ありそうだという前提のもと、準備を進めてきたと言います。 まあ2度あることは3度ありますし、3度あることは4度もありますから、もう何度司法試験受けてもですね、もうダメなものはダメなんですよね。無駄なんですよ。もう数打てば当たるだろうっていうようなですね、考えが通用するわけないじゃないですか。うん、なんかそういう風にも見えてしまいますよね。<laughs> 何の努力もしないで次受けよう、次受けようってやってるわけですから、数打てば当たるとでもですね、なんか思ってそうですよね。と、担当記者。 過去2度とも合格の可能性は高いと見られていた中で、ああいった結果でしたので、今回はさらに慎重にことに当たっている様子です。まあ最初からですね、合格の可能性は低いって見られてたじゃないですか。まあ散々ですね、合格発表じゃなくって不合格発表だって言ったじゃないですか。もう3度目の不合格発表も不合格ですよ。不合格発表なわけですから。はい。<laughs> えー、具体的にどういったシミュレートを重ねているのだろうか。 今回うまくいかなかったら一時的なものも含めて帰国するかどうかという点はとても大事です。宮内庁はある程度 二人は帰国する可能性があるのではないかと見込んでいるようです。っていうのでですね。まあそもそもですね、小室夫妻に選ぶ権利ないですからね。まあビザが切れてアメリカから強制帰国させられますから、まあ二人がどう,思どうしようと思ってるか、アメリカにそのまま住むのか、日本に帰国するのか、もう選択権ないですからね。だって受からなかったらもうビザ延長できないわけなので、帰国するしかないわけじゃないですか。 もうビザまでですね、なんか自分たちの思い通りに行くと思うなよっていう話ですよね。えー、帰国後の一番の懸念とは、帰国説を支える根拠は生活費の枯渇だ。勤務先の法律事務所からの報酬は約600万円とされていた。一方で放送資格を得ることを前提に、実は2000万円程度の年収を 保証されていいるという見方もあったそうですねただ仮に2000万円の年収があったとしてもニューヨークである程度余裕のある暮らしを送ることはなかなかおぼつかず眞子、ま、さんの1億円を超えると言われる貯蓄を切り崩す状況にあるとされています K さんとしては現状の年収からの上積みを目指しておりそのために放送資格があった方がスムーズで最短ルートだと考えているとの情報があるようですっていうのでですね 年収2000万も稼いでですね、貯蓄を切り崩さないと生活ができないって <laughs>、どんだけ贅沢な生活してんだよって話ですよね <laughs>。ふざけてますね、本当にこれ。一般人であれば、ニューヨークのど真ん中と言ってもですね、赤字にならないですよ。日本に帰国してもですね、こんだけもう金遣い荒ければですね、年収いくら稼いでも赤字じゃないですかね。だって日本に帰国したとしても2000万円稼げないじゃないですか。 金銭感覚狂いすぎてるからですね、どこに移住してももうこの二人はですね、生活できないですよ。一生ですね、裏から税金回さないとですね、もう生きていけないレベルですよ、この人たちは。もう相当狂ってますよ、えー。仮に帰国となった場合、クリアすべき項目としては、どこに住み、どこで働き、警備はどう対応し、まだ、まだ警備つく前提なんですね。<laughs> ふざけてるなぁ。といったことが考えられるわけだが、 ま、あどうせお金もないのに仕事もないのにこう都内の一等地、さらに言うともう高級マンションに住もうとしてるわけですからね、こいつらは。で、そこにまた警備もつけようとしてるわけですからね、ほんとひどいやつですよ。え、一番の懸念は国民の視線だということでした。国民が祝福する環境にないままの結婚で、その状態が続いている中での帰国ですから、厳しい目が小室さん夫妻のみならず、秋篠宮家に向かう可能性がある。 宮内庁はそこを本気で心配しているようでした。というのでですね。まあ、分かってるんだったら自分たちの悪いところを直せばいいじゃないですか。直そうともしないでですね、国民からの視線がどうだとかですね、批判がどうだとかですね、人,人のせいにすんなよって思いますよね。 だってこれ、まあ、未だにですね、警備つけるとかいうことも言ってるわけじゃないですか。<laughs> それ <laughs>、国民から自安されるのは当たり前じゃないですか。だったら警備つけずに一般人らしく生活しろよって話じゃないですか。警備つけるから、こう、みんなから税金使ってるとかって文句言われるわけじゃないですか。一回ですね、警備も外して普通の生活してみればいいんですよ。うん。 少しは批判する人は減ってくるんじゃないですかまあ、それでも裏でまた税金使うから批判は、まあ、ある程度収まらないと思いますけども、まあ、でも警備の分の税金はなくなるわけですからね、少しはマシになるんじゃないですかえー、帰国説への違和感とは、秋篠宮様自身、先頃出版された秋篠宮において、国民が小室さん夫妻をどんな風に捉えているのか、かなり気にされている様子が記述されていた。 他方、帰国説に違和感を抱く担当記者ももちろんいる。そちらの見方は、マ、ま、コさんが日本には二度と戻りたくないとこぼしていたと伝えられたことがありました。そういう状況で海を渡ってから一年ほどで帰国というのはちょっと理解できないですね。確かに司法試験に合格することは安定した生活基盤を築く上で手っ取り早いかもしれませんが、放送資格が絶対に必要かというと、 それほどでもないと見る宮内庁の人間は実は結構いるんですよ。どういうことか。例えば皇室と繋がりたいと願う企業や団体などはいくらでもあり、そこに K さんがコンサル的な感じで関係し、報酬を受け取るというようなスキームも考えられるということでした。 そもそも、K さんが司法試験に合格していなくても、今の法律事務所が雇用を続けていること自体、皇室コネクションに期待してのこととも受け取れるのでは、といった指摘もありました。ともあれ、当人のみならず、宮内庁の面々も、三度目の正直の方を心から願っている。この点だけは、帰国派、都米派、一致した見方のようだ、というのでですね。 コンサルとか言ってますけども、なんかコンサルする能力もないだろうって、ね、<laughs> 何言ってんすかね試験にすら合格できないやつが、なんでいきなり法律事務所を辞めて、会社のコンサルができるようになるんですかこれ今の状態ってコンサルじゃなくって、ただの税金の仲介役じゃないですか <laughs> 税金流すための、こう、言い訳というか、まあ仲介役ですよね。 もういい加減ですね。もうなんか税金使う前提で仕事をしたりですとか、税金使う前提で生活、日々の生活をするっていうのはですね。もうやめていただきたいですよね、本当に。うん。まあそういうことがあるからこそ国民の批判が収まらなくって日本に帰国しづらい状態になってるっていうことですね。そろそろ気づいてほしいですね。うまん。未だに気,気づいてないですからね、この二人は。ちょっとやばいですよね、この二人。うーん。 え皆さんですね、二度あることは三度あるというところで、えー、次回の司法試験にも不合格になりまして、えー、日本に帰国すると、ついにですね、7月頃にはですね、日本に帰国するんじゃないかと言われていますけども、えー、こういうですね、小室夫妻について皆さん、どのようなご意見お持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった、えー、興味深いニュースあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。 あとはですね、概要欄にツイッターですとかサブチャンネルの情報も載せていますので、ぜひですね、そちらもフォローですとかチャンネル登録いただけると嬉しいです。はい。今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。